はい、どうもゴリラスタジオです。今回もビヨンドトゥーソウルズプレイしていきたいと思います。はい、前回の続きからスタート。前回は研究所であれやな、暴走しちゃったやつやな。うん、暴走してバッチバチに研究所荒らしまくりました。で次はのクマ、これはなんか研究所から解放されたんかな。え、怖っ。いや、ワンちゃん、怖っ。やばい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 、危ない危ない、怖い怖い怖い。え、怖い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 。ママかこれ。ねえジョディ、一日中そうしてるつもり？遊んできたらどう？外寒そうやん。これはな、研究所に行って解放されたんかな、帰ってきたんかな研究所から。動ける。あ、幽霊も出る。あ、え、これ火消さん方がいいんかな。消してみよう。はい。あ、え、燃えた燃えた燃えた。あ、危ない危ない。え、火力強くなってんけど。あ、もうできない。え、はい。やば。私じゃないのママ、私じゃない。え、別にいいのよ、大丈夫だから。家族はどうなんやろ、幽霊この子がおかしいって思ったんかな。家族もエイデンのことは分かってんのかな。あ、このポンコツ、いい加減にしてよ、修理に出さないと。なんかいじれんのかなと。なんもなさそう。あ、ママ、ママにいたずらできる。うん、寒気か。あいよ。あれ、え、ジョディが移動した。何？ジョディ？うん。ねえ、どうかしたの？平気、なんでもない。すまん、能力使いすぎた。ごめん、ママ。心配かけてごめんね。あ、なんかソファー座れる。座ろう。ん？あれ？え？ちょっと待って待って待って。なんか座る以外なんかあんねんな、これ。ほら、あの、これどうしたらいいんやろ。リモコン取れんのかな。あ、取れた。丸？あ、消した。立つ。ああ、ちょっと幽霊抜いて。よしよし。なんか何したらいいんやろ俺。これあのデトロイトの時みたいになんか、あ、バツ。ん？クッキー食べていい？もうすぐ夕飯の時間でしょ。今食べたら食べられなくなるよ。ちょっと俺クッキー食うわ。届かんけど。これならいける。あばよ。あらよ。お。はいよ。食え食え食え。めちゃ食っとけ。こっちこ、こっちこ、こっちこ。うめ、え、うめ。え、うめ。向こう。あ、無理やった。
吹きうまかったわ。ママ。ジョディ、ママご飯作ってるの。ママ。どうしたの？相手して。平気。ただギュってして欲しかったの。なんか感情がないな顔に。まあこれ PS3 のゲームやからな。画質めっちゃ綺麗けど。じゃあご飯作るわね。ありがとうママ。腹減ったわ。ママ腹減ったわ。ごめんじゃに。外。ジョディ、どこに行くの？ちょっと外散歩しようかなって。ちょっと外見てただけ。いや、もう切り。ドア開けて外見てたってこと。ねえジョディ、手伝ってくれる？ガレージから油を取ってきてくれない？ママ、カクカクして。分かった、取ってくる。よいっす。ここか。こっち。あ、何？いや、ガレージ怖すぎやろ。アメリカのガレージは、この中から。え、待って。え、何これ？え、マネキン？ただの。何もできんかな、エイデンで。オッケーオッケーオッケー。いや、怖すぎるんやけど、その。いや、じゃあ。何？今の。いや、なんか変な音。あ。これか、油。やばい。早く出よう。ちょ待て。何の声？これ。あ。え、ちょっと怖い。待って。早く出よう。なんか、後ろおったん？なんか今。後ろ向こうとしたけど。後ろ向いてあかん、絶対。早く出よ。もう早く出よ。もういい。あ、え、いや、何？え、何？どうしたのジョディ？めっちゃ怖かった今。え、怖っ。なんでこんなとこに油置いとん？キッチンに置けや。油やろ。ああ、電球が切れたのね。取り替えてって何度もパパに言っておいたのに。ママ、そこに何かいたの？気のせいよ、ジョディ。何もいないでしょ？このジョディはあれか。なんか、霊感がすごい強いんやね。だからエイデンも見えるんや。ママ、怖いよ。怖いよ。よ、もう無理。ママ、優しいな。ちょっと2階上がってたよな。あ、出れる。ジョディ、どこに行くの？あ、もう外出れんのか、これ。ちょっと外見てただけ。あ、これなんねんな。外行こうとしたら。外見てただけになるんやな。ちょっと上上がるわ。子供部屋でゲームしてくるわ。ん？ママ？ねえジョディ、お庭で遊んできたら？ご飯できたら呼ぶから。オッケー。ちょっとでも上ちょっと行かして。探索したいからさ、上も。あ、こうお風呂か。この海外のお風呂ってカーテンついてるよね。ユニットバス、トイレと一緒。お風呂が。なんこれ。もうやめて。もう。いや、でも、しかも、ん、え、ちょっと待って、このゲームこういう感じ？え、何事もなかったかのように行くやん。しかも、悲鳴あげてもお母さん何も反応せん。あ、なんかある。リカちゃん人形？バービー人形やったっけ、これ。あら、フェアリーブロッサム、うちにお紅茶飲みに来ない？絶対なんか起きるって、もう絶対なんか起きる。ぜひ。こいつら勝手に動き出すんちゃう？よかった、
じゃあ車で行きましょう。こいつら勝手に素敵な車ね。勝手に動き出すんじゃん。ええ、乗れ。自分で選んだの。とっても とっても早いのよ。いや絶対動く、絶対動く、絶対動く。このアングルも絶対動く。待つ。なになになに、あ、俺運転下手くそ。あ、どういうこと、バス連打。あ、着いたわ。紅茶飲みに来たんだ。え、めっちゃ不気味やねんけどこのゲーム。とっても素敵なお家ね。とっても気に入ってるの。主人が誕生日に買ってくれたのよ。足の曲げ方ちゃんとして。紅茶に砂糖は入れる？フェアリーブロッサム。優しくしてあげて。いや、いらないわ。怖いって、こいつらの顔が。ご主人はお元気？元気よ。今日はお仕事の。ちょ、もうやっぱって、え、なにこいつ。は？お前、なやねんその立ち方。それってとってもハズ。やめて、エイデン言ったでしょ。もうあなたと遊ばない。あ、エイデンの仕業これ。今の首曲がって、あの仁王立ちしてる感じちょっと笑っちゃった。いやもう怖い、勉強しよう、勉強するわ。ちょっと鉛筆なんか絵描くんか。いやちょっと待って、もうなんか怖いって。何、え、ずっと丸描いてるやん。何これ。あ、これエイデンか。何、怖いんやけど、これもうこのゲーム。もう急にワーワー来るやん。あ、なんかおる。ああ、あ、これ子供部屋やからさ、あの子が寝とった部屋かな。なんもないんかい。終わりか。あ、持っていけるん。あ、置いていくのね、うさちゃん、ウサピヨ。さあエイデン、なんかできるかな。トゥ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 。何してんやろ親父、パソコンで何してんの。え、ジョディ、お庭で遊んでくるんじゃなかったの。ちょっと待って、お父さんと遊びたい。今行く。ちょっとお父さんと遊びたいから、お父さんいじめよう。お父さん、パパパソコン潰しちゃうよ。あよ。え？え？無反応やねんけど。パパ野球やってたんかな？ちょっとパパの部屋行ってくるわ。あ、怖いなこのゲーム。ビクビクすんねんけど。パパー。相手してっちょ。こらジョディ、仕事中だ。パパ相手してよ。なんか社長室みたいな感じやな。なんなんやろこの人。何の仕事してんやろ。個人事業主的な感じかな。個人で自宅兼オフィスみたいな。何これ。これおもちゃ？ん？ん？なになになに？写真よ。写真。めっちゃコントローラー揺れてる。
どういうこと？まるで震えてるみたい。どういうこと？感じたでしょ？フラッシュ映像がまだ流れる。なんかむずいな、これどういうことや、こういうこと、え、むず、あ、こういうことか、え、むずい、これうお、なに、申し訳ありません、手は尽くします。え、どういうこと、死んだってこと、もしかしてこのジョディとエイデンって兄弟ってこと、めっちゃ今寒気してんけどなあ、ちょっと待って、寒気する、怖い、なんか分かったぞ、あ、これ戻したらいいね、分かった、ジョディがとエイデンをなんか双子とかで死んじゃったんやろ、多分エイデンが、え、隠れちゃった、これ多分このまま待ってたら外行かんで済むパターンじゃね、多分、多分そうやろ、え、でも外行きたいからちょっと外行ってくるわ、俺ママに言われたし、あ、化粧できんのかな、ちょっとまあもうこれさ、あ、化粧や、やっぱり女の子ってさ、こういうのやりたがるんや、えっ、ジェ、ちょっと赤文字やめなさいよ、ほんまに、エイデンダメ、これいじったらママに怒られるでしょ、あ、やっぱそうなんや、もう兄弟や、確信しました、ゴリラさんは、ちょっとママの言いつけを守って僕外行きまーす、あー、へー、そうなんや、そうなんやって分からんけど、多分そうやろな、今のフラッシュバック的に、ん、あ、上着取って、おしゃれな靴も履いて外行く気満々、行ってきまーす、ジョディ、どこ行くの、え、外、そっちじゃないでしょ、と一気言ったり、こっちじゃないったり、やかましちゃった、あんま、俺にはエイデンの力があんねんぞ、ママスケのくせによ、じゃあママ行ってくるわ、今行く、ほんならな、家の中入ってみよう、最高、寒いしつまんないし、あんたには関係ないか、どうせ寒くないもんね、なにこれ、なにこれ、真ん中に集めとったんや、あ、ボーナス、ちょっとパパ、パパ、パパどこ、パパ、パパどこにいんのかな、もうわからん、よ、酔いそう、酔いそう、なんかできる、あらよ、トナカイがピコピコでしょ、あらよ、あらよ、遊ぼうぜ、ええ、はい、あ、俺どっか行っちゃった、ねえ、聞こえた、道路からだよ、道路、なんか声すんねん、ブランコある、あ、ブランコで遊べんねん、エイデン押して、任せ、あらよ、ジョディ、いや、やばいやばい、吹っ飛ぶ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 、これタイミングが大事っぽい、今、あ、もう
うしたん、そんなつまらんつまらん言うて。ちょっと外行くか、なんか声すんな子供たちの。楽しそう楽しそう。姿を見せろバカ。覗く。やった、あ、これなら楽しめるかも。仕返ししてやるからな。くらえそうだよ、いけないのは分かってる、うん、だけど5分遊ぶだけだってば、ママにはバレない。ちょっと遊ばしてや、俺も、うん、はい。あ、上がれへんかった。手伝ってくれてもいいんじゃない？え、絶対ママにバレるでしょ。 あらよ、あんた最高。思いっきり家潰してるけどいいんかな、家の柵。やった、ちょっと俺も入れてよ。おい、ジョディ、一緒に遊ぶか。遊ぶ。急いで隠れな、じゃないとやられるぞ。遊ぼうぜ。隠れる。あ、R1。コントロールよし。大丈夫、エイデン。遊んでるだけだよ。あらよ。いや。エイデン投げる方向が。えい。ザコ友が。隠れるぜ。ほっといてよ、エイデン。遊ばせて。あいらよ。あ、女の子投げちゃった。あいだ、お前女子やからって調子乗んなよ、お前お前。いや、当たってんのかなこれ、お前。ああ、次はお前だ、飛ばれ。お前はもう死んだ、捕まえたぞ。やめて、やめてよ。いや、やめて。うわ、なにうわ、あ、助けんのこれで。え、これえ、やっちゃうんこれで。え、これな、多分赤いやつはあかんねんな、攻撃してまうねんな多分。え、これえ、もうやるしかないこれ。お前ガキ、お前何しとんやん、俺ガキ殺る、ガキ殺る。あ、バカ、やめろ。あ、危ない、これやりすぎたら絶対死んでまう。今俺話したもん速攻で。お前ら見たか、俺を殺そうとした。え、こいつが何したか見ただろ。こいつは魔女だ、絶対魔女だ。何があった。ジョディは魔女だ、本当だよ。ジョディ・ホームズは魔女だ。来るんだ、さあ家に帰るぞ。さあ来なさい。いや、そんな怒らんといてよ。入るんだ。何があったの？道路で何をしていた？庭を出るなと言っただろう！みんなが遊んでたから、一緒に遊びたかったの。あの子に一体何をしたんだ？フィリップ。私じゃないよ、エイデンだもん。エイデンは私を守ろうとして。いいか、お前の作り話はもうたくさんだ。ジョディ、今度ばかり許さないぞ。ねえ、やめて。あ、エイデンが怒ってる。ジョディに手出そうとしたら。部屋に行きなさい。家族はちょっとおかしいって思ってるんや。お父さんは怒ってんな。ママはなんか受け入れてるけど。そんな怒られてもいいや。ママ優しい。朝には全部良くなってるから。ママだけ。僕の味方はママだけ。いや、ママいい人やな。ママ。私、怪物が怖いの。さらわれちゃう。エイデンのこと？怪物なんていないの。廊下の明かりをつけておくわね。エイデンっていうか、ジョディはもう心霊、何？霊感が強すぎるんやな。なんかいろんなものが見えちゃうんやろ。あの、エイデン以外にも。だからさっきもあんななって。あ。電気続けよう。いや。あんな風に怒らないで。あ、まだ子供なのよ。子供？あの子の力を見たろ。
供じゃない。あれは、あれは化け物だ。ちょっとあなたなんてこと言うのよ。ま、化け物って言った。あの子の周りで起こることは普通じゃない。しかも非常にひどく、私のこと。俺たちがやられるかもしれないんだぞ。バカなこと言わないで。あの子は手に負えない猛獣だ。なぜ動かすか分かったもんじゃない。そんなこと聞きたくないよ。同じ屋根の下にいるんだぞ。そうだ、限界だ。もう終わりにしよう。俺たちが何かされる前に。子供の面倒を見るとは言ったが、話が違いすぎる。なあ、そうだろう。あ、このお父さんはあれかな、血つながってないかな。多分そうやろ。この話的に子供の面倒を見るって言ってるし、自分の子供のこと面倒を見るとは言わんからな。あ、いけん。ああ、ママだけが僕の味。お前何ママの手触ったの。ちょっと待って、あいつやりに行こうぜ。ママの手触ってたぞ俺の。暴言。あ、エイデン。特にすることはない。寝つけへんのか。起きよう。あ、寝た。起きるじゃなくて、あれ寝たんか。うわ、何？ほら、これ絶対エイデンじゃない奴らが来てんねん。今。何が来てんのや。なんかおったぞ今。俺のジョージに触れる奴は許さん。電気つけよう。え、もう何よ。怖いって、その音が。なんかおる？やんぞ、おら。俺の能力で。エイデン。怖がらなくて大丈夫、エイデン。あ、エイデンも怖いんや。もう寝ようよ。何も起こったりしないわ。やっぱだから、エイデン以外にもなんか霊がおるんや、いっぱい。ウサピョン、ウサピョン、癒してわしを、わしを癒して。これどうなの？あ、捨てられたウサピョン。ほら来た。いや、もうその人形が、助けて。やばい。ジョディ、俺がやる。やばい。早く開けて。ジョディ。パパかっこいい。大丈夫。ジョディ。ジョディ。一体何があったの？怖いよママ。怪物はいないって言ったのに、ママの嘘つき。血出てるやん。これ研究所に送られる前っぽいな、多分。空想の友達。友達なんかはいいね。クッキーを食べた。あ、わかった。この選択か。クッキーを食べたが 11% で、クッキーを食べなかったが残りってことか。なるほどね。このパーセントの見方わかった。で、いたずらをした。俺めっちゃ少数の方になってるやん。へぇー。はぁ。あ、で、この下のあなたのルート、他のルートってやつは多分、今はどのプレイをしてもルートが一緒なんやろ。だから途中で変わるってことじゃね？これ。で、選択したルートと他のルートが、パーセントで出てくるということなのだと思います。はい、第2回目はこんな感じで終わっていこうと思います。面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ゴリラスタジオでした。バイビー。